はい、皆さんおはようございます。前回に引き続いて今月も無事開催できることを大変嬉しく思っておりますが、皆様にも、マスクやら、距離とか取っていただいて非常に感謝しておりますが、我々の方はちょっとマスクをしないで行こうと思います。なんせ格好が黒ですからね、マスクまですると余計に怪しい人たちになってしまうので、マスクはしないで行かせていただきます。その代わり前の方をあらかじめ距離を取らせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。で、それで最後もですね、印鑑を押したりとかポイントカードにですねできませんので、今日もあの亀ちゃん、私たちが喜ぶ亀ちゃんの横にシールが置いてありますので、あちらでポイントカードにシールを貼られて帰られてください。あちらにもシールが置いてありますので、こちら側のお客様はあっちで貼ることもできます。で、今置いてないですが、新しいポイントカードも置いておきますので、もしポイントがいっぱいになった方とか今日初めてのお客様はそちらを取られてシールを貼ってお帰りください。で、前回の、和みが初めてというか久しぶりだったんですけども、なんと私的には大変なことが起きておりまして、家に帰って気づいたんですよ。背広のズボンに穴が大きいのが2つ開いていたということに。私のパンツが見えた方いますか？いない、こっちもいない。家に帰ってびっくりしてですね、まずこのここの下の方が皆さんには見ないで済んだのかなと思いつつ、ちょっと今確認してみようかなと思って確認したんですけど、見えないでよかったですね。はい、よかったよかった。はい。ということで、今日のテーマは日本の四季ということで、まあ徐々に散歩とかしながら外を歩く機会も増えてきたでしょうが、まあ遠くに行って日本の景色を見るとかいうことがなかなかないと思いますので、音楽で今日は皆様に日本の四季をお届けしようと思ってこのプログラムを組みました。曲を聴きながらいろんな景色を想像されて聴いていただけると助かります。では早速1曲目に行こうと思いますが、その前に曲の紹介をベッキさんの方から。皆さんこんにちは、クラリネットのベッキです。まず1曲目にお送りする曲は桜桜をお届けします。なかなか今年の春外に出歩けずに桜を見れてない方も多いんじゃないかなと思うので、ぜひ今日はオーボエ2本でお届けしたいと思います。続いてお送りする曲は心月夜です。これはオーボエ2本プラス今日はピアノも一緒にお送りしたいと思うんですけど、ちょっと原曲の雰囲気とは違ったすごくおしゃれな編曲になっているので、そちらをお楽しみいただければと思います。この曲は桜桜同様小学校の音楽の教科書にも載っていて、皆さんあの馴染みのある曲だと思うんですけど、調べたらですね、牧原のりゆきさんとか中島美嘉さんとか、あとマライア・キャリーさんもカバーしていて、さっきちょっと裏で YouTube で検索したらマライア・キャリーさんもあったので聞いたんですけど、とてもおしゃれな、もちろん英語で歌ってたんですけど曲になっていたので、ぜひそちらも皆さん興味ある方は調べて聴いてみてください。では2曲続けてお送りします。Thank you.
椎名さん、こんにちは。今日は久しぶりに皆さんの顔が拝見できてとても嬉しく思っています。私は2月の和み以来、8ヶ月ぶりの和みとなります。ピアノの生野ひろみです。少しブランクもあって緊張してますが、最後までどうぞよろしくお願いいたします。今春の曲を2曲お届けしましたが、次の曲からは夏の曲をお届けしたいと思います。夏って真っ只中の時はもう暑くてジメジメして嫌なのに、この秋の季節になるとなぜかそれが美化されていい夏の思い出とかになっているなと感じることが多いです。次の2曲も、まず1曲目の夏は絹はすごく綺麗な夏のキラキラした綺麗な感じをイメージして聴いていただいて、次のお化けなんてないさはウキウキワクワクとした、イメージを持って聴いていただけたらと思います。では2曲続けてお聴きください。